まあ、出版社がやりたかったわけじゃなくて誰も本出してくれなかったから自分でやるしかねえっていう、あ、じゃあ本出すなら自分らで出版社作るしかないよねってなって、そのままなんかいいなみたいなことを実感して言ってたら、それビートジェネレーションでしょっていう言葉をお客さんから、このバーのお客さんから聞いたんだよね。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!はい、ノースブリッジの北里洋平です、うん、今日は高橋歩さんに来ていただいてですね、我々なんと年内どこかで9月か10月ぐらいに協調ですね、うん、はい、出させていただいて初めて、うん、タイトルが、うん、死のごとやっちまえやっちまえっていうね、久しぶりの熱々の本じゃないですか、うん、ゴリゴリのまたそっちか毎日が冒険の思い出すようなね、うん、めちゃめちゃ熱い本なんですけど、はい、今回共著のコンセプトの一つになってるのが、まあ、偶然でもあるんですけど、僕らが今共通のエピソードとして出版社やってたりとか、うん、飲食店やってたりとか、うん、イベントでポエトリーリングやる人がいたりとかっていう流れがある中で、うん、なんか M さんから実はこの流れってアメリカで昔あったんだよみたいな話を、ミートジェネレーションって言われる、うん、あれがあったんだっていう話を聞いて、うん、ああじゃあそことうちらがどうリンクしてるかみたいなところの切り口から入っていったんですけど、うん、その辺の話をちょっとあやむさんにね、うん、教えてもらえると、だからもう本当に偶然、うん、何も狙ってなくて、うん、素敵だなって飲み屋をやって、うんうん、その後本じゃねっつってこう出版社をやる、まあ、出版社がやりたかったわけじゃなくて誰も本出してくれなかったから自分でやるしかねえっていう、別になんか出版社とかの憧れは俺ゼロなんだけど、もともとあれですよね、うん、本屋で、うん、キュウリ夫人、うん、マザーテレサ、うん、高橋歩みたいな感じで並べたかったっていう、そうそうそう、津田沼パルコの本屋で自伝コーナーで、当時何歳ですか、うん、22かな、お店ちょっとうまくいって、うんうん、なんかやーいってなってて、うん、次本じゃねみたいなになったのがそのきっかけでね、うんうんうん、本屋で自伝コーナーで、うんうん、ここに無名なのに自伝が並んでたらマジウケるみたいな、うん、しかもそれが売れて有名になっちゃったら、うん、本当ありえないみたいなそれで作ったのがサンクチュアリ出版ですよね、うん、そうそうそう、だってさ本を出すためにっていうのを調べたらさ、うんうん、なんか直木賞とか賞を取る、はい、まあ、それ2秒で終了、うん、絶対取れない、うん、企画書をなんか出版社に持っていく、うん、まあ、企画書って横浜ヤンキー的になんだかもう俺の人生に出てこないものだったから、うん、無理っていうので、あ、じゃあ本出すなら自分らで出版社作るしかないよねってなって、そのままだからサンクチュアリっていう漫画が大好きだったから、うん、サンクチュアリ出版っていいんじゃねみたいな、うん、うん、超浅い感じで、なるほどね、うん、じゃあ出版社には持ち込みをする前にもう潔く出版社を作ったってことですか？そう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 、だから企画書とか作れるわけないっていうか、うんうんうん、感じだったから、俺出版社作る前に、うん、ワンチャンいけんじゃねと思って幻冬舎に持ち込みをしたんですよね、うんうんうん、でまあ言われてる通りに、うん、そんな甘いもんじゃないよというあのお叱りをスタート受けたんですよで、まあ、いわゆるそういう若い人が本を出したいみたいなのはごまんとくると、うんうんうん、ただもうこのご時世その芸能人の本でもそうそう売れないと、うんうん、でまあ、これ言っていいのかどうか分かんないですけど、その時言われたのが仮に、うん、が亡くなって、うん、息子さんが親父の遺書です、うん、出させてくださいって言ったら、いやもうこちらこそぜひってなるけど、うん、まあ、要は出版ってそういうもんなんだよっていうのを24歳の時に言われて、まあ、その後でも、うん、3時間ぐらい語り通してなんとか OK もらったんですけど、うんうん、でもそれがまあ僕は出版に関わる1個目のスタートだったんですよ、うんうん、だから結局でも出版社を自分でやった方が早いなっていう、その本を出した後すごい本って面白いなと思った後、うん、結局ノースビレッジっていう出版社を作ったんですけど、うんうんうん、M さんはその後サンクチャリーを辞めて世界一周行って、うんうん、でその後また出版社作りましたよね、うんうん、A ワークス、だから自分のじゃなくなっちゃったから、俺はなんか大事にしてる感覚がなんてやりたい方だみたいなやっぱそれはなんか気持ちいいよね、でこけても全責任自分だし、まあ自分というか仲間ってやってるけど、なんかその潔さっていうか気持ちよさ、誰も入ってこれないみたいな、ニーズとかも俺がニーズ
ってことにしとけばあとはパワー問題、うん、俺がすごきゃすごいことになるし、ザコってれば売れないだけ、うん、でなんかそういうのが好きだったから、好きだっていうか今もだいぶ余計好きになってるけど、うん、なんか自分たち出版社作っちゃって、うん、みたいな感じで。そうですね、版元兼著者だから、うん、まあ、野球でいうとこの9回裏3点リードされてて、うん、満塁ツーアウト代打、うん、俺って監督が言うみたいなここ美味しいから俺みたいなことができちゃうためには出版社を作んなきゃみたいな。そう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 。でまあなんか話戻して、うん、1950年代60年代ぐらいですかね、うんうん、そのアメリカで初めて起こった思想運動っていうんですかね、まあ、カウンターカルチャーなのか、うん、でビートニックと言われる人たち、まあ、要はビートジェネレーションという人たちが、うん、まあ、そのシティライズブックストアという出版社とその横にある、うんうん、ベスビーのベスビーのでバーね、飲食店、うん、でそこが中心となってそのカルチャーが生まれて、うん、でそこからヒッピーであったりとか、うん、まあ、ロックもそうだし、うん、まあ、それボブ・ディランとかもそうですね、うん、とか、うん、ヒップホップとかラップが生まれたのもその流れでできた、うん、だからほとんど音楽の流れがそこから生まれてるっていうものすごいムーブメントが起こっていて、うん、でくしくもたまたまですけど、うんうん、我々も出版社やって飲食やって、うん、イベントやって、うん、ってやってて、うん、でなんだかんだもうどんぐらい経つんですかね、うん、M さんで言ったらもう20何年、30年近く経つのか、20歳でお店やったから、ね、うん、うちで10何年だろう、うん、4、5、6年ぐらい経ってんのかな、うん、経ってでなんだかんだ2社合わせればそれなりに、うん、M さん著書だけで200万部超えてるじゃないですか、うんうん、うちからもまあベストセラーと言われる本は何冊か出ていて、うん、それ以外にもなんかそこの出版からスタートしての、うん、まあ、飲食から見てですけど、うん、いろんなプロジェクトが生まれたじゃないですか、うん、M さんでいうと、うん、沖縄のビーチロックビレッジとか、うん、あと石巻の、ね、震災支援隊2万人ぐらいでしたっけ、うん、家庭系のボランティアの支援活動が生まれたりとか、うん、まあ、最近のうちでいうと今の C 社の、ね、うん、流行みたいな、なんか初めてこうトレンドを作れたなみたいなものとか、うん、いろんなものが実は生まれてんだなって、うん、で俺そのこと全然あゆむさんに聞くまで知らなくて、うん、ああなんかアメリカでもそういうのが起こってて、うん、でその流れからそこから先に全部がその人たちが作ったわけじゃないけど、うん、そこを中心で動いたものが、うん、そういうなんかトレンドとか、うん、いろんなものができてったっていう、うん、なんか面白いなと思って、うんうん、まあ、やってる人たちはね、うん、そこまで意識してないでその時は思ってることをね、うん、言うようになったんだろうけど、うんうんうん、でもなんか一つそのビートジェネレーションのテーマで、いわゆる当時アメリカも第二次世界大戦が終わって、うん、で裕福になっていって、うん、でいわゆる社会にレールみたいなのが敷かれていて、でそれに反発する人たちが声を上げるみたいな、うん、そういう動き、うん、でまあ我々勝手にドロップアップとしてたじゃないですか、うん、まあなんかちょっと似てますよ ね、うん、なんかね、学生時代まではそういうレールみたいな、うん、僕はその後サラリーマンにもなりましたけど、うん、どっかのタイミングでドロップアウトしてっていう、うん、で出版社作って、うん、飲食店やって、うん、でいろんな活動をしていくっていうのは、うん、流れがビートジェネレーションそっくりで、うん、面白いなと思ってなんか歴史は繰り返されてるんだみたいな、うん、そうだから俺もすごい人に言われて、うん、俺もお店やってお店も持ちながら出版社をやってるっていう状態で面白いと思ったのは、うん、お店っていうのもめっちゃこう仲間の身内なワールドが盛り上がる感じで、で本が飛び道具なわけよね。だから仲間で勝手に盛り上がって、これ面白くないとか言ってんのを本にしちゃって世に放ち、それを受けたやつがまた店に来て、また新しいうねりが生まれみたいな、なんかこう相性いいなっていうか、うん、すんげえこうマグマみたいな生み出す場所で、ここマグマを放出する場所みたいなでその放出されたやつらやばくないですかあのマグマ俺このマグマ持ってんすけどとか言ってまた来るみたいな、なんかいいなみたいなことを実感して言ってたら、それビートジェネレーションでしょっていう言葉をお客さんから、このバーのお客さんから聞いたんだよね。それで調べた。そうなんだ。したらそのパターンのもうちょっとさらにえぐい感じでやってる先輩たちいたみたいのが、で象徴がジャック・ケラックっていう人がやってる小説でもあるし映画でもあるけど、路上っていう、うん、あのオンザロード、じゃあアイムさんのそのいわゆる世界平和とかそういう活動をやってるあれの、うんうん、あれもオンザロード、ね、そう NPO はオンザロードってしたのは、あそこから撮ってる、なるほど。でみんなが、NPO の名前っぽくなくて分かりにくいんですけど、まあ、確かに路上ですから、ね、路上にいられてもなんかいろいろ困るんですけどみたいな感じだけど、うん、そこから撮って、うん、俺も今日
すごい発見があって、うん、たまたまあゆみさん来る前に、うん、あのロバート・ハリスさんと電話で話をしてたんですよ、うんうんうん、で昔ハリスさんがうちのイベントに出てもらった時とかに、うん、東京キネマクラブで一発目その次の赤レンガ倉庫横浜の赤レンガ倉庫で開港50周年だか100周年かなんかでイベントやらないかって言ってもらってやったんですよね、うんうん、結構大箱なんですけど、うん、でその時にハリスさんたちに出てもらった時に、うん、トークライブだと思うじゃないですか、うんうんうん、なんかハリスさんはまあ別に、うん好きだから別に何してくれてもいいんですけど、うん、ハリスさんの呼んだ周りの人たちが、まあ、ちょっとヒッピーっぽい人たちが順番にポエトリーリーディングをしてたんですよ、うん、で俺ポエトリーリーディングって三代目歌姫浜田さんの、はいはいはい、あゆみさんのイベントでも、ね、やってくれてましたけどめっちゃロックじゃないですか、うん、そのイメージがあったのが、うん、なんか普通に書いてきた詩を読んだりしてるだけで、うんうんうん、当時まだ20代か30代の俺からすると、うん、なんか知らんおっちゃんが来てステージでよくわからん詩を読んでるな、うんうん、なんだこれみたいな何この人たちとかって思ってたんですよ。であんま全然分かってなかったんですよ。でもそのいわゆるビートジェネレーションもそういうポエトリーリーディングとかをバーとかカフェとかにして社会に対する思いとか不満とかこう自分の考えてることを発表したりするっていうのがまあ一つの動きだったっていうんですけど、あそれだったんだっていう話をしてたら、いや洋平と俺そもそもシティライツブックストアとか当時行ってたよみたいな話をしてて、いい、ね、当時が行けるからね先輩たちはね、ガチの人だみたいな。だから知らないうちになんかそういうガチの人たちとも絡んで一緒にやってたんだっていうのが、それも出版社やってなかったらそもそもハリスさんとも知り合ってもいないし一緒になんかやることもないじゃないですか。面白いなと思って、だからその詩を読む人前でみたいのをまあポエトリーリーディングっていうね一つのこのジャンルに持ってったみたいな、うんうん、ちょっとバックで音楽かけたり、うんまあ、それの発展系が大竹さんだよね。あもろこうパフォーマンス入る、ああいうでも唯一無二ですよ ね見たことないですよね。でもあれはだからシティライツの隣のベスビーノスターってだってフジロックで、うん、唯一スタンドマイク1本で他みんな楽器使ってバンドじゃないですか、一、うんうん、人スタンドマイクで本流を踊して会場を沸かせるってすごいですよ ね、うん、でなんかそれに影響を受けたのがボブ・ディランっていう時代が変わるって歌もそうです、うん、風に吹かれてとか、まあ、あの60年代のいわゆるこう世の中でウォー・マーリーなりビートルズなりストーンズなりぐらいのそのまあいわゆる影響力だったあの人もそこのお店に来てて、それを見てあこういう感じで表現していいんだみたいのをギターでニュース記事読んだりするんだよね、僕で、そういう曲があるわけ淡々と あれはもろにあのポエトリーリングカルチャーのみたいなで、えじゃ あのイエローモンキーとかのジャムとかで、うん、外国で飛行機が落ちました、うん、ニュースキャスターは嬉しそうに、うん、乗客に日本人はいませんでした、ね、うん、僕は何を思えばいいんだろうって、うん、あそれ も多分そういう感じ、あのニュース記事読む系の、だ僕そういう知識が全くないから、うん、ハリスさんとかから、うん、そういう例えばヒッピーの、うん、そういうカルチャーの話とかをされても、うん、うわサブカルキモとかってちょっと思ってる自分がいたのがどっぷり巻き込まれてたみたいな自分もやってんじゃんそうそうそう全然今日の今日まで気づいてなかった。店作って出版社作ってんじゃんみたいなそうそうそうボトリーリーグのイベントやってみたいなやってんじゃんモロじゃねえかみたいな。で1冊目にうちで出してる本が三代目大竹浜田茂雄さんってポエトリーリーグのプロだから多分何かそこに憧れて始めてんなら分かるけど知らないでやってるじゃん、うん、俺たちは、うん、でもやっぱかなり近いことやってて、うんうん、でそっから発信されたことをきっかけに、まあ、ヒッピーっていうムーブメントとか、うんまあ、それだけじゃないかもしれないけどラップっていうものが生まれるとか、うん、ロックとかもそうですよね。そうそうそう60年代っていうかっこいいカウンターカルチャーみたいな、うん、世界変えるみたいな、うん、の根っこの50年代にそのワールドがあったっていうのがかっこいいなと思って、うんでちょうど今、うん、そういうのをテーマにした我々の出版社を作ったり、うん、飲食作るとこのテーマにしたやつ、うんまあ、これまだ全然仮本なんですけど、うん、うちの定番の本ができる前に本を作るみたいなパターンのこれが表紙で、うん、これがだから本ちゃんがここもうちょっと分厚くなるよね、まあ、もちろん本自体は多分この 1.7 倍か6倍の厚さになるんですけど、うんうん、いいねいいねこれまたイラストがねそうなんですよ今回ケンジが全部中の絵を描いてくれて、うん、でもなんかここまでガチガチにうわっ熱っていう本って久しぶりだなと思って、うん、本当しょうもないよねただなんか笑いながら読んで熱い気持ち湧いてくるみたいな感じはあるよね、うん、そうですね、そうですね、だからちょっと昔のヤンキー漫画的なワールドあるっつうか、うんうん、そうですね、そうですね、なんかこう
まあ、タイトルが死ぬほど言わずやっちまいですからね。ね、これをきっかけにまたいろいろ人生動きそうだなっていう、うん、この本の中では、うん、さっきの出版社を作った話もお互いしてて、うん、あと飲食店を作った時の、うん、いわゆる本当に何もやったことない経験もゼロっていうところから、うん、もちろん金もゼロだし、うん、っていうところから何かをゼロ一をやるっていうところを、うん、でもいろいろ書いていくといろいろありますよね。で結局読後感で言うと、うん、本当バカだなとしか。だから俺どちらかというと、うん、出版社をできたのって、うん、歩夢さんの凡人力のおかげというか、うんうん、俺歩夢さんのことを知ったのが、うん、その原稿者で本を出すってなった時に、うんうん、みたいにその本を出したい、うん、自伝を出したいみたいな感じでやって出版社まで作っちゃった人がいるよって言って渡されたのが毎日が冒険だったんですよ、うんうん、で見た時うわバカだなと思いながらもう何度も何度も読んじゃって、うん、で本はこれは運よく出せたけど、うん、これを一生続けていくってなったら、うん、著者としてやっていくってなったら売れる本じゃないとダメだし、うんうん、出版社に OK もらわないといけないし、うんうん、ずっとついて回るじゃないですか、うんうん、作家としてやっていくってなったら、うん、でも出版社ごとやってしまえば、うん、売れようが売れまいができるんだっていうふうに思って、でそれで歩さんがあの毎晩の毎日が冒険のノリで出版社できちゃうんだってでかつこの人絶対俺より考えてないでしょって思ってこの人でできんだったらできんじゃねっていうのがやっぱ大ベースであったと思うんですよ。はいはい、でいざやってみたらすっげえ大変で言ってよって思いましたよ。結構大変だよね。いやめっちゃ大変だしこれ知ってたらやってないんですよ。そうそう、これ金持ちがやる商売じゃんみたいな。資金繰りも大変だし、うんうん、出しても売れなきゃお金入ってこないし、なんかボランティア以下だもんね。そうそうそう、で入ってくんのも7ヶ月後、それも次の本出さないとそれ生産されないとか、地獄のようなあれで、うん、あれをあんなやってみたらウェイでできました、大変なんだけどノリですみたいな、気合いですみたいな感じで、こけたら佐川で働けばいいでしょぐらいのノリでこうやってんのに、まあ巻き込まれた感は僕あるんですけど。でもさ、あのロマンチックさっていうかさ、うん、自分らの店でさ好きな音かけてさ、うん、いやーいとか言いながらさ、うん、こんな本あったらやばくねとかいうのが自分ら完結で、あのな、うん、本屋にずらっとまで全店で並ばないけど、うんうん、たまに間違った本屋さんがさ、うん、ずらっと並べてくれる店あるじゃん、うん、平積みで、うんうん、あの感動はやばい、やばいっすよね、やばいよね、とりあえず全部買っとこうかなって思う、うん、そう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 立ち読みしてる人とかいるとずっと見ちゃいますもんね、話しかけたりいい人だしこれ面白かったなぁ嘘くさで全然売れないから、うん、もう本当に一回世の中に媚びまくっちゃった。とにかく最高に自分らがやりたいものをやって、うん、華々しく終了しよう。大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った2人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは、夢を叶える最強の攻略法。最新刊高橋歩夢、北里洋平、死の子の言わずやっちまえ。ああそうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いやまだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。死の子の言わずやっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社作れるわけだから。そういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の自伝がある。いや俺は生きてりゃ無敵なんですよ。どうにでもなるじゃん、人生なんて。世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと一ミクロも関係ないところで必死になってる。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと、自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さい年ロマンチックだよねって言われたら、僕は何負けてもいいやっていうね、マチュピチュでしょと。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからなっていうことだよね。やりたいことを仕事にするために
自由奔放、荒唐無稽な2人の叶えから、出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編、2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊死の子の言わずやっちまえ、2024年11月1日全国書店にて発売、 Amazon で絶賛予約受付中。 Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always walk on the wild side.